皆さんこんにちは、ケンです。アミです。今日は、報告動画ということで、まあ、ちょっとラフな感じで撮影していきたいと思います。久しぶりやね。久しぶりですね。2人で並んで、そうですね、喋る動画、うんうんうん、で、まず、まあ、ちょっといろいろあったわけですよ。ありました。ありました。この数ヶ月すごい、まあ、大変な思いしまして、なかなか動画投稿も、まあ、してるっちゃしてるんだけど、うんうん、僕ら投稿頻度非常に多い方だったと思うんですけど、まあちょっと、まあ、1週間おきとか、うん、2週間おきとかになってしまってるのが今現状です、うん、で、まずその理由をご説明したいんですけど、うん、日にち言うと10月の下旬ぐらいに、うん、ロードバイクで、まあ、走行中、僕ら走行中に、まみちゃんが要は後ろから追い越す車にと接触してしまったんですよ。後輪と接触して、はい、後輪なんか、そうですね、はい。で、まあ、僕、まみが前にいて僕が後ろについて追い抜く時の車に、まあ、サイドに接触してしまった。前のフロントバンパーと接触してしまった。っていう事故があって、で、まあ、その事故を僕はもう見てるわけなんですけど、で、クォーターが、まあ、もう、吹っ飛ばされて、マミも吹っ飛ばされて、っていうことがありまして、まあ、全治3週間の全身打撲かな。まあ、まあ、具体的には。半分か。ここと、腰の部分と、はい、一番重症だったのが足のすね。あ、そうね、うんうん、で、まあ、その後すぐ救急車呼んで病院行って、で、そっから、まあ、ちょっと休職して、そうですね、はい、で、まあ、僕、まあ、ちょっと歩くのも困難だったんで、まあ、僕が、まあ、お世話をして、はい、まあ、事故の処理もそうだし、保険会社との相手方とのやり取りもそう、保険会社ともそうだし、マミの会社に連絡したりとか、うん、あとは病院連れてったりとか、うん、っていうのを、まあ、当然今本業がありますので本業しつつ、休みの日とかはもう全部それに回したりとか、まあ、本業の休憩時間も自宅に帰ったりとかしてて、ご飯を買って帰ってきてくれたりとか、そうっすね、っていうのが、まあ、約、まあ、元気になったのは1ヶ月後なんですけど、うん、まあ、1ヶ月間10月から12月までぐらいは、うん、ずっとそういった生活をしてました、うんうん、はい。で、まあ、動画は上がってるんですけど、まあ、時間見つけてはやったんですけど、まあ、なかなか、まあ、1週間に数本っていうのがもう出せない状況だって、うん、まあ、1週間に1回で、最近は2週間に1回とかになってしまったわけです。はい、はい、まあ、僕自身普段ってすっごい自転車乗る人なんですよ。もう暇があったら、うん、もう起きてる時間自転車乗るみたいな人だったんですけど、もうその事故以来自転車乗るのを控えました。っていうより、まあ、やっぱ妻が吹っ飛ぶ瞬間を見てますので、うん、ちょっと乗る気が起きなかったというか、まあ、今も結構乗ってない方ではあるかなと。で、どうしても仕事で乗らなきゃいけない、通勤と仕事でガイドとかするときは乗らなきゃいけないので、なんとか乗ってるんですけど、まあ、なかなかモチベーションが上がらず、で、まあ、1月ぐらいからようやく乗れるようになって、まあ、それでも頻度落ちましたね。1週間のうちに2回か3回乗れればいいかなっていう、うん、まあ、自分から外に乗りに行くことが減ったね。だいぶ減った。ああ、減りましたね。まあ、寒いっていうのもあるんですけど、うん、時期的にね、そうそうそう、重なったのもあるし、そうで、まあ、その事故するちょっと前に、ここにあるね、今スマートトレーナー、キッカーとキッカーコア、うん、まあ、これを買ってたので、これをしてたっていうのも正直ある。そうね、タイミング的にはそれで、まあ、外で乗る頻度は減ったんですけど、うん、
もともとまあ減ってたけど、さらに減ったっていう感じ、ね、はい、だからまあ最近は走行動画が、ね、うん、あんまり撮れてない、はい、走行動画上がってない、不思議な感じになってるんですけど、上がってない、あの多分最後に上がった動画って本当にイベントでの、僕の中でお仕事みたいなとこなんですけど、 そこしかないんですよね、うん、それ以来なんでもう数ヶ月上がってないです、うん、で一応乗ってはいるんですけど、その間に、うんうん、僕も乗ってるし、マミも一回だけ1月に、この新しいコートできてから一回だけ試乗を兼ねてポタリングしてるんです、2人で、うん、インスタグラムでは投稿してるんですけど、それは別に動画撮影とかもうする気も起きなくて、うん、僕自身が、うん、うん、まあそんな感じリハビリという感じで、うん、でまだ1回しか乗ってないもんね、その1回しか乗ってない、このクォーターはね、はい、っていう感じなんですよね、うん、で、はい、今この動画撮ってる理由っていうのが、マミは知らないと思うんですけど、もうずっと僕保険会社とか、マミの会社とやり取りしつつ、ようやく、まあ、なんていうんですか、なんか、まあ、まあ、欠勤した分の、まあ、費用だとか、あとは自転車の弁償代、はい、物損ね。物損の話とかが、ようやくまとまって、多分、2月中に解決する。っていうのを、まあ僕も保険会社でやり取りしてて、相手方ですね。で、自分の方の、自分自転車保険入ってたので、その保険も、の人ともやり取りして、まあ、私が望むような結果になったというところではあるんですけど、はい。まあやっぱ揉めます。結局、どっちが悪いんだみたいな、過失割合。で、車の、事故と一緒でそこはね、そうそうそう、どうしても動いてるもん同士なんで、そういう展開になっちゃうんですよ、うんうん、割合が、ね、そうそうそう、まあ、うん、今の方がいい、まあちょっとそこは控えましょうか相手もいるんで控えるんですけど、はい、うん、控えるんですけど、で僕は後ろについてて、その瞬間マミが事故して飛んだ瞬間に横に飛んだんですよ、歩道側に、そうそうそう、僕はすぐにあの時不思議なもんで、まあ、ゆっくりスローに見えて、そうね、乗ってたキャノンデールのクリ、まあ、クリード全部外して、もうバーンって左に投げて、うん、まあこんな感じかな、こう乗ってて、ちょ、マジでこんな感じになって、乗ってて、あ、でもそのクォーターのフレームでちょっと再現して。これで。いや、こう乗ってて、いや、なんかよくわかんない。こう乗ってて、事故しました。パチン。ポン。でこう投げて僕はこう立ったというか、どうなんで、まあ自転車は傷ついちゃったんですけど、うん、キャノンデール今傷ついちゃってるんですけど、っていう、まあとっさにブレーキかけてポイってして、うん、大丈夫かみたいな、多分テンションだったと思う。すごい反射神経やったらな。いやもうあれ、うん、分かったもん、もうなんかやばい感じがした、ぶつかるって分かった、うん、事故ってやっぱりね、車同士の事故とかも含めてやけど、誰がいつ起こるか分かんない、うん、誰にでも起こる可能性がある。車を運転してる人も、まあ自転車乗る人も歩いてる人も、うん、道路に出た状態の人はもう全員起こりうることなので、まあ、たまたまそのタイミングに当たってしまったっていうことなんやけど、まあ、でもその後がすごい私的には救われたかなと思ってて、まあ、一番はこの夫が全部引き受けてくれて、私はやっぱり精神的には皆さんが想像してるよりは落ち込んでるわけじゃないと思うんですけど、まあ、それなりに、まあ、反省したところもあったり、気分が上がらなかったりするところもあった、うん、でそういう交渉事とかはすごく苦手なタイプなので、保険会社さんとのやり取りとか
あと、まあ、自分は給食足が歩けなくなった足が動かなくなった、まあ、普通に歩けなくなったっていう感じですかね。なんで、あと、まあ、会社に行けなくなってしまって、 でも休みたくないタイプだったりするから、すぐ行けますって言ってしまいそうになるところをこう強く押さえてくれたりとか、まあね、本人は迷惑かけるから1週間後に行くみたいなバカなこと言って、いやもうむしろ休む気なくて、もう足引きずってでも行こうって思う。僕が妻の会社に電話して、うん、申し訳ないんですけど行けませんと、でもう直接前に行って申し訳ございないんだけど、うんうんうん、もう休ませますと、うん、はい、もうごめんなさいなんですけど、うん、っていうのは話に行って、もう休ませました、もうきっちり良くなるまでひたすら、本人もう良くなったからみたいな時もまだダメだって休ませました、うんうん、その辺の判断がやっぱ難しくて、まあ、うん、そうね、でそういったところも全部こう強い気持ちと なんか、うん、しっかりした態度で支えてくれたので、そこが一番私は良かった、救われたなと思いました。この動画撮ってる理由と言おうと、まあ、言わなくても良かったのかもしれない。もう同じだから、サイズ違いだから、あ、正直、まあ、視聴者の皆さんに分からないかなと思うんだけど、まあこれを言う理由は、いつ何が起きるか分からない、うん、自分が悪くなかったりとか、まあ、自分が悪かったりする場合もあるけど、巻き込まれることはもう可能性としては、ロードバイクって左車線走ると、うん、はい、左車線の車道を走ると、で当たり前のように車たちはロードバイクとかクロスバイクの乗りを抜いてく、うん、当たり前のように抜いてくじゃん、うん、なんならもうトラックとかもうめっちゃ腹立つやついたんだけど、めっちゃ寄せてくるやつとかいるわけよ。たまには、そう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 ね、遭遇しますね。でその時に例えば、まあ、テクニックある人とか乗り慣れてる人はまっすぐに回避したりとかできるかもしれないけど、まあ例えば慣れてない初心者の方とかそういった方だと、まあそういう圧がかかったりとか、車のもう怖くて、なんていうの、ふらついたり受けようとしたりして事故る可能性がある、うんうん、自ら事故る可能性もあるし、当てられる可能性もあるし、もう本当に危ない乗り物だなっていうのは、まあロードバイク始める前から分かってた、それで渡ってて、うん、で僕らはしかも自転車の保険と、自転車保険ってやつね、ロードサービス付きの保険と、しかも日常生活保障っていう、うん、被ってるんですけど、まあ、ダブルで保険は入ってます、うん、で、まあ、例えば相手方の車の修理代も当然出せるし、まあ、怪我はないんであれなんですけど、うん、っていう万全の状況ではありました。もうそう心配性なんでやってたんですけど、ただやっぱりいいもんではない、うん、いざという時に備えてたんでよかったです、うん、でこれを見てる皆さんは、心得てほしいっていうのと、うん、今一度自転車保険もしくは日常生活保険、生命保険とは違いますよ、もう個人賠償責保証がついてる、まあ、1億円以上です、最悪最低1億円以上ないと話にならんと思いますんで、個人的に、はい、1億円以上の賠償、個人賠償のやつがついてる保険をぜひ加入してくださいと、保険会社の回し物じゃないですけど、そうですね、はい、そこがあればそこがあればなんとかなるっちゃなる、でも、うん、これ見てる方々って多分高級なロードバイク乗ってたりとか自分のカスタムしたロードバイク持ってると思います、うん、で僕のじゃない、クォーターは僕がカスタムしておよそ56万ぐらい、うん、ざっと見積もり出したところね、ざっと修理費用っていうか、うん、まあもうやろうとしたら今のその車体の価値、うん、だけどその
払われるお金って、物損の払われるお金って、そこから、なんていうの、年数経ってますよねっていうふうに価値下げるんですよ。減価償却。例えば、クオーター25まで買いました。でも、それは3年経ちましたんで18万ですとか。っていう保険会社の計算式があって、価値下がりますと。ということは、いくらカスタムして、もうすごいゴリゴリでもう事故して、全部戻ってこない。間違いなく、戻ってこない。で、まあそういうことですよ。もうロードバイク壊れたら、もう覚悟するしかない。もう、自分が悪くなくても、高級なロードバイクって多分全額出ない可能性の方が高いです。例えばそれが、ママチャリとか1万円から、3万円とかまでの車体だったりとか、クロスバイク5万円までだったら、もしかしたらそのフレームにひびが入りました。で、じゃあもう新品、今と同じモデルチェンジしたやつでも今と同じやつを、まあ、5万円ぐらいならもう出しますよっていう保険会社もいると思うけど、ロードバイクとかの場合だと、もう何十万の単位だと、多分、もう弁償してもらえない。全部。言い方おかしいですけど、なんていうの？もうやっぱ50万、100万のロードバイクとかだと、物損ではもう元取れないんで、そういうのが気になる方は、車両保険、あります。自転車の車両保険みたいなのあるんですよ。は入っていった方がいい。どっちにしても、いろいろ。そうそう。心構えと、費用的な備え。そうそうそう。が、改めて必要と感じた。例えば、まあ自転車の事故で言うと、なんだっけ、子供が、おばあちゃんに当たっちゃって、おばあちゃんが死んでしまいました。はい、9000万円です。親に9000万円払った。はい、責任、監督、不行き。じゃあ、子供さんが起こした事故を、まあ、親が責任を払う。はい、それが9000万。の事例とかありますし。実際にあった事例ですかね。実際にあった事例です。ざっくりなんですけど、ざっくり。それを聞いて1億円っていうのが僕の中では最低限入ってます。はい。私は今後、まあ、ロードバイク自体は乗らないわけじゃなくて、もちろん新しいクオーターも完成したということで、まあ、たまにはね、乗っていきたいなとは思ってるんですけど、やっぱ車通りの多いところだったり、あとは暗い時、時間帯だったりっていうのはちょっとなるべく、まあ、控えたいなと、そういう乗り方をしたいなって思ってます、はいはい、ですね、ロードバイクはね、ただ、まあうん、ただ、まあ、通勤でどうしても自転車を使わないといけない状態だから、まあ普段はウィークエンドね、をまあ気をつけて、以前よりも速度は出さずにで注意しながら乗ってます、なのでまあ最近、まあインスタとかも全然更新もしてないし、まああまりこう見ないようになってしまってるし、全然あれマミさん全然乗ってないかなって思われてるかもしれないんですけど、一応通勤では乗ってる、ので、まあ大丈夫ですということで、まあ、安心してくださいと、乗りたいっていう時と、まああとは安心して乗れる、まあ今寒いし、そうね、はい、あと、まあ、天候も悪いから、まあ、僕自身もあんま乗ってほしくはないって思いもあるし、まあ考えますよ、ね、コースとかね、コースとか、ね、はい、っていうところでね、はい、なんでごめんなさい、心配おかけしましたけど大丈夫です、はい、はい、で、まあコメントでクォーター、まあ、カーボンロードすぐ割れるんですかみたいな、それが来たんで、その方にはまあ話すって言っちゃったので、今こういったのを撮影したんですけど、遅くなります、はい、もう普通に割れないです、普通に単純に落車して、まあ縁石とかぶつかったら別ですけど、普通その、まあ、こけてだけでは、ロードバイクのフレーム、カーボンフレームって、よっぽど割れないです。はい。まあ、普通の落車では大丈夫と。普通の、まあまあまあ。人がクッションになったり、ハンドルとかペダルがまず最初に当たるから、よっぽどフレームに当たらない限りは割れないと思うし、そこは、そういうの、まあ、それがまあ言いたかったかな。あ、そうね。はい。そうね。
それは確かに、はい、あとはそのクラックはもちろん入ったけど、うん、あのフレーム自体を直すこともできるわけよね。まあね、できます。あのそういう選択肢もある。カーボンドライジャパンに出そうとは思いましたよ、うん、はい、ただもう見た目変わるし、正直その僕の判断にはなるんですけど、それだったらもう新しいロードバイク買おうよっていう、うん、あの、まあ、安心買いたいんで、あの買おうよって言って、ディスクブレーキロードをひたすらもうこれどうこれどうこれどうみたいに言ってたんだけど、あのもう同じやつがいいっていうので、いやごめんなさい、同じやつがいいっていうよりはやっぱりピンクのフレームっていうでしょう。どう思います？やっぱどうしても欲しくて、でいろいろ探したよね。探した、めちゃめちゃ探してくれて、だからスペシャライズドのエイトスかピナデルのドグマしかないんだって。蛍光ピンクやったっけ。ジロカラーか、そう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 、あとエイトスのちょっとメタリックピンクみたいな、うん、で、あ、で、あの本当はの話しますよ。あのクォーターじゃなくてキャノンデールのキャド13になるよってやったんです。キャド13のピンクあるじゃないですか、うん、あれをもう買うまで言ってたんですけど、もうどこ問い合わせても完売ですと。そうそう、完売やったの。しかもディスクじゃなかった。まあディスクじゃない、それキャリパーなんだけど、別にホイール使い回せるし、うんうんうん、あの別に良かったんですけど、それあのなんでつまり言うと、本当はキャド13乗ってキャノンデール夫婦みたいな、うん、なる感じだったとは思いますよ。あ、はい、それが一番理想やったかもしれない。残念ながらご縁がなかった。そういうことですね。はい、はい、もうキャド13買います。で僕実は多分言ってた。あのしかもキャノンデールジャパンさんに言ってた。ああ。けど見つかりませんでした。はい。そうでしたね。はい、またぜひピンク出していただけると。カスタム薄ピンクがね、やっぱり可愛いから。カスタムカラーとかね、あのなくなっちゃったし、あのキャド13しか選択肢が現行ではなかったかな。あれでも気に入ってたんやの、あの色。気に入ってたんやけど。ないもうないもんしゃあない。なかったから。で、運よく。まあ同じクォーターのサイズ違いが見つかって、うん、そこはあのパーツでなんとか補うと。あ、そうそうそう。サイズ、あの、フィッティング的なところは、ね。そこはね。うん。っていう感じです。いろいろ工夫してもらって、なんとかっていう感じですね。はい。はい、まあ、ちょっと長くなったけど、ライブ配信で長くなったけど、はい、そういったところで。動画は今落ち着いてきました、正直。はい。で正直落ち着いてきて、私のモチベーションも結構動画 やってやるぞみたいな感じ のモチベーションなんで、これまあちょっとずつ上げていくと思います。今ネタ何個もあるんですよ、僕の中では、うん、あただコード抜せてないだけで、はい、ちょっとバタバタしてました。うんね、これも組み立てたしね、これも同時進行でやったし、やった、ね、大変だった、結構大変だった。これやってこれやった、ね、そう、これやってこれやって連続でやってるから、あの仕事終わって、そうやな、そうそうそう、合間で結構大変だった。まあ、それで乗る時間もなかったってなるんだけど、まあでも皆さんも気をつけて、気をつけてください、うん、いつ何が起こるかわからないので、はい、もう本当気をつけてください。どんなに気をつけてる人でも、いや、あとね、もうこれだけ言っとく。ヘルメットと手袋は絶対しろ。そう。あ、もう絶対せえ。もうマジで、うん。もうそんだけ。もうそうって言っても、ほんと、まあ一番手袋のおかげで、怪我が、うん、あの。手の怪我とかは全くなかった。擦り傷とか。はい。手で着地したけどね、はい。はい。こんな感じで、これを見てくれた方が少しでもその自転車保険とか、ロードバイクに乗る上での心得とか、まあ、装備の見直し、ヘルメットも寿命3年だし、うん、手袋も薄かったらもう買い替えた方がいいし、ちょっと見直してほしいなっていう思いがあって撮影しました、うん、はい、本当はね言いたく、いや言うか迷ったよね、うん、恥ずかしいことなのでね、うん、まあそうなんだろうね、うん、私はね、まあ、正直落ち込んだしね、だからもうこんだけ時間かかりました、出すまでに、はい、まあちょっとでも参考になればなと思います。はい。はい、ではまた本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。